おい、大丈夫か？大丈夫じゃないかも。これとてつもなく重いんだ。さ、見てくれキリト、青バラの剣だ。この剣は何なんだ？ルーリットの村に住む人ならみんなが知っている、ベルクーリと北の白い竜っていう冒険譚があるんだ。ベルクーリは300年前にこの土地に村を開いた初代の入植者でさ、彼の冒険譚の中にこの青バラの剣が出てくるんだ。友情はこの剣をどこで手に入れたんだ？6年前にアリスと果ての山脈に行ったって話をしただろう。その時に洞窟で竜の骨とこの剣を見つけたんだ。ドラ…いや、竜は死んでいたんだな。骨には刀傷がついていたよ。竜を殺した奴がいるってのか？一体誰が？わからないけど、その人は少なくとも剣には興味がなかったみたいだ。それで友情は放置されていたこれをここまで運んできたのか？一昨年の夏から安息日ごとに少しずつね。